今日は割り算するの割り算。パパンがどっか行った？うん、パパンがどっか行った？あれ、カイトがパパンが、え、なに、なにそれ、キュアサリ、カラス、カラスで分かったぞ。鬼滅の刃、キュアサ、鬼滅の刃だ。ササミ、ダンボール、すごい、ダーダダーダ、相談みたいな感じで、鬼滅の刃の箱で来ました。今回はこれです。はい、ちょっと今開けますんでちょっと待ってくださいね。いいですよ、どっちでも。危ないですからね、この人。オクラ麺開けない。あ、煉獄さん、煉獄さん、開けろ煉獄さん。何する？はい、DVD ブルーレイです。え、ブルーレイ、ブルーレイです。順番に見せていくから待ってね。まずはね、これブルーレイのボックスですね。なんか中に入ってますね、なんかいろいろと。限定版です。うん、開けたい。待って、すごい。はい、次こちらです。サプタンマフラータオル、ちょっと欲しくない？ちょっと待って待って、取り扱い説明書って後ろに書いてあるけどね。うん、です。はい、すごいレモンさん柄じゃん。初回特典でついてきたやつです。で、ちょっと開けていきますね。うん、そうだね、あ、開けた。はい、こんなんです。おー、すごい。持ってください、そっち横向きです。こんなんです。煉獄さんの全体映ってます。はい、炭治郎持って、はい、映ってますか？うん、じゃあ次タオルです。次これ、お、年賀状か、はがきだ。年賀状じゃない、ポストカードです。うん、ポストカードすごい。次がこれ、煉獄さんと、え、サインじゃないこれ、書き下ろしですね。書き下ろしの色紙ですね。書き下ろしの色紙って何？え、これ何ですか？これはサインです。やっぱり、え、すごくないこれ。誰のサイン？やってください。え、サインってめったになくなる。カードとかキャラクターデザイナーの松島さんの、松島さん、はい、松島さんの書き下ろしの色紙です。おお、これこのまま飾っとかないとね。次、こちらです。クリアファイルです。はい、宇野助と炭治郎だ。空間色覚。あ、これなんかすごいメタリック調になってるの、知らない？メタリック調って、うん、キラキラしてるやつ。うん、はい、これ何枚か入ってるね。何枚か入ってるの？開けます。待って待って、どうぞ。知るかもしれない。ちょっと待って、炭治郎、おー、炭治郎、煉獄さん、煉獄さん、炭治郎2枚、俺の先に、次です。おー、すごい、ちょっと落ちる、額縁です。すごい、こんな感じの。あー、うんぱーね、はい、うん、あ、さっきと同じやつやん。これは書き下ろしイラスト A4 キャラファイングラフです。なんでこれ猪之助と炭治郎なんでしょうね。あ、あれか、あれだね、バー、映画のワンシーンですごい重要な部分で出てきたやつですね。まだ見てない方もいらっしゃるんであまり言わないと思いますけど、あの、ね、ワンシーンですね。めっちゃ夢って書いてあるけど、夢、本当だ、夢、果たしてよ。はい、裏のところに、蓋の裏のところにこの紐がついてるんで飾っとけるっていうことですね。片付けよ、はい、それどうしよう。ブルーレイってあれ見れるの？見れます。え、見れた、映画が見れる、あ、嬉しい。また見たかったやつ。待って待って待って、待ってほしい。ちょうだいちょうだい待ってこい、ちょうだい。なんかアシカみたいに開けますね。開けたい、開けてばかりじゃないですか、ちーちゃんさん。これと、ちょっと待ってください。ちょっと待って。二人とも、二人とも待ちなさい。鬼滅すげえ。うん、はい。めっちゃ細かい。ちょっと待って、見せたいからね。はい。こんな感じ。ちょっと触ってみて。なんて言ったらいいんだろう、この質感。和紙。そう、なんか和紙っぽいよね。うん、触りたい。なんか和紙っぽい感じ。はね、すごい。なんかすごいインクの匂いがすごい匂い。あ、なんか。あ、講師引っかかないで。お願い、引っかかないで。うん、触りたい。貸して。で、ちょっと貸して。講師、やめて。待って、待って。はい。
で、これがついてたやつなんですけど、なんかあの昔の本みたいだよね、こうやって見るとね。すげえ。はい、でこうやって無限列車の見どころというか書いてあります。おお、はい、すげえ。見どころが書いてあります。これって無限列車だけ？無限列車だけです。うん、で、この背拍子にも劇場版、劇場版無限列車って書いてますね。鬼滅の刃無限列車編って書いてますね。はい、で、開けてきますね。待ってね。おお、すごい、すごい。ちょっと見えないか。ね、パパ、はい、裏見せてないよ。待って、今。あ、裏こんなんです。うん、はい、裏こんなんです。じゃあ、で、出すと、こんな感じになってまーす。はい。座って、座って。で、今からこっから開けていきまーす。痛い、痛い、痛い、痛い。二人とも落ち着いてきます。当てた、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 当てた。おー、あー、ちょっと待って、待って、待って、ちょっと待って、更新、ちょっと待って、ちょっと暴走しすぎだ。盛り上げてすぎだ。やだ、やだ、待って、更新。で、これが鬼殺隊法って書いてありますね。おー、ね、何が書いてあるんだろう、これ。あ、おお、セル画とかの内容が、設定とか裏話とか対談とかいろいろと入ってます。すごいね、読みたいね、これね。後でちょっとやろうか。限定生産版だって、すごい豪華だね。まあ、ちょっと気になる中身です。お、滅って書いてある、かっこいい。いろいろとね、特典ついてるみたいですけど、こんなんです。結構豪華じゃないですか。すごい、存在感。特典 DVD 本編と次、音楽集だそうです。サントラですね。これ開いたパッケージの表というか、こんなになってます。すごいね。おお、すごい、すごい。で、他なんかチラシが入ってます。ちょっと見せてください。はいはい、なんか夏目友人帳のにゃんこいる、にゃんこいる、はい、と広げると、まあ、他の、ね、アニメのやつとか入ってます。うん、夏目友人帳とか、はい、あ、ゲームの予告も入ってます。鬼滅の刃の2021年の10月発売らしいです。格闘ゲームだとか、はい、って書いてありますね。はい、ゲームはい、ます。ね、パパ、これすごいことになってるわ。シールじゃないです。はい、あと鬼滅の刃の、まああとは鑑賞する時の、見る時の注意点とかって書かれてます。長っ。はい。めっちゃ長っ。書いてあります。なんで読むとすごい時間かかるんで読まないですけど。あとは鬼滅の刃のキャラクターグッズの紹介ですね。裏もある。はい、裏もありますね。なんか美味しそうな。ご飯の絵も描いてあります。これなんか劇中かなんかで、あのアニメとかでも出てきたやつですかね、これ多分。三次郎がいた、鬼滅の刃の、ね、はい、です。これはさつまいもとかのやつですかね。さつまいものご飯ですか。もうボイスドボンダーがついてくるみたいですね。ちょっと危ない、やめなさ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 い。まあこれ後で見ます。はい、これも後で見ます。全部後で見ます。ゆっくりやだよ。はい、とりあえず片付けます。はい、はい、といった感じでね、これ鬼滅の刃、これ子供らとは、あの2人とは見に行ったんですけどね、教師くんとママが見てないんですね。うん、見よ見よ、後で見よ、はい、なんで後で見ます。見たい、危ない危ない、頭、はい、痛いと思うから、ということでゆっくり後で鑑賞しましょう。はい、ではバイバイ。バイバイじゃん、バイ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 、少し待ってて、フェイスね。バイ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 。